この事件は2013年8月、岡崎市新堀町で大岡幸正さんが何者かに殺害され、現金を奪われたものです。事件から間もなく8年になる今日、JR 岡崎駅などで警察官ら23人が、犯人が履いていたサンダルの写真が載ったチラシを配り、情報提供を呼びかけました。こんな情報は事件には関係ないだろうと思われるようなことにつきましても、お電話をください。どうぞよろしくお願いします。